アシカ作戦、アシカ作戦、アシカ作戦、ドク、アンターネクマンシーロ、A、オペレーションシーライオンは、第二次世界大戦中に、ドイツが計画したイギリス本土上陸作戦の故障。結局この作戦は実施されることはなかった。アシカ作戦は言語である、ドイツ語をカタカナ書きして、ゼーレーベ作戦、同じく英語をカタカナ書きして、シーライオン作戦とも呼ばれる場合がある。 アシカ作戦は、フランス降伏後、ドイツの主敵となったイギリスを屈服させるために、計画された。1939年11月、ドイツ海軍総司令官、エイリヒレーダーは、作戦の実行可能性を調査し、イギリス海峡を越えて、上陸作戦を成功させるための条件を提示した。陸軍総司令部が最初に提案した、上陸計画は、 同セットからテントに至る広大な地域へ一挙に上陸するという野心的ではあったが無茶なものだった。当然ながら計画はより現実的な形へと修正され、最終的に提出された案は初期段階で9個、師団6万7千名を上陸させ、高架両兵、空挺部隊によってこれを支援させるというものだった。上陸予定地点には、西は、 イーストサセックス州のロッティンディーンから、東は、ケント州のハイスまでの海岸が選ばれた。上陸以降の内陸部進行作戦は、それぞれ新発地点から向かう目標が定められていた。シェルブールからは、ライムリージスへ、ルアーブルからは、ベントナー及びブライトンへ、ブローニュイコールシュルイコールメールからは、イーストボーンへ、カレーからは、フォークストンへ、 ダンケルクからはオーステンデ及びラムズゲートへ、それぞれ向かうこととなっていた。降下量兵はブライトン及びドーバー近郊へ降下することとなっていた。これら初期段階の構成によって、海岸線を確保でき、次第、北部への構成を開始し、グロスター、オックスフォード、マルドンを陥落させ、孤立化させたロンドンを包囲する予定であった。北緯52度の線まで制圧を完了すれば、 政治経済の中心である南部を抑えられるため、イギリスは降伏するだろうと、ドイツ軍は予測していた。1940年7月16日付の総統命令において、アドルフ・ヒトラーは、上陸作戦実施のための最低条件を示した。また、この総統命令に、私は、イギリス上陸作戦の準備をし、必要ならば、それを実施することを決意したと記した。 ヒトラーの示した最低条件は以下の通りである。この相当命令によって海軍のエイリヒレーダーと空軍のヘルマン・エーリングにアシカ作戦を実行に移すための条件を整えることが求められた。1940年7月、イギリス海峡の制空権の獲得のため英国本土航空決戦が開始された。当初、ドイツ空軍は イギリス空軍に対して優位に立っていたが、戦略目標の不徹底や航空機の航続距離不足などの問題が露呈し、徐々に消耗していった。特に8月以降、爆撃目標を軍事施設からロンドンへと切り替えたことによって、戦略的には無意味な爆撃を繰り返すこととなり、イギリス空軍に回復の時間を与えることとなった。結果、ドイツ空軍は、 制空権の獲得、沿岸防衛施設の破壊に失敗し、上陸作戦の最低条件の一つを満たすことができなかった。1940年の時点でドイツ海軍とイギリス海軍の戦力には大きな開きがあった。ドイツ海軍はノルウェー沖における作戦で多くの艦を損失ないし損傷していた。 特に対潜水艦や総会に重要な駆逐艦が多数失われていたのが問題だった。また、ドイツ海軍の水上艦隊や U ボートはイギリス海峡のような浅く狭い領海では力を発揮することが困難だった。一方のイギリス海軍はドイツ海軍の10倍の戦力を有し、大西洋と地中海において完全な優越を確立していた。 このように戦力に大きな開きがある以上、ドイツ海軍が積極攻勢を仕掛けることは自殺行為だった。バトル・オブ・ブリテンの敗北による制空権の喪失は劣勢を決定的なものにした。結果、ドイツ海軍はイギリス海上部隊を排除ないし拘束するという上陸作戦の最低条件の一つを満たすことができなかった。 1940年9月17日、最低条件が達成されず作戦は延期となった。1940年10月12日には、1941年の春に実施予定と、再び延期された。事実上、この時点で、アシカ作戦は断念されたと、同じだった。1941年6月、ドイツは軍を東に振り向けて、 ソビエト連邦への侵攻を開始したバルバロッサ作戦。しかし、モスクワ攻略の失敗によって、ドイツ軍は消耗戦に引きずり込まれ、また、同年12月にはアメリカ合衆国が参戦し、イギリスへの支援を開始した。これによってドイツは二正面での戦いを余儀なくされ、アシカ作戦を実施する余裕は完全になくなった。1943年2月13日、 ヒトラーとレーダーの会見で、アシカ作戦は実施不可能であるとされ完全に中止された。以下は、アシカ作戦の戦闘序列を師団単位で記述したものである。なお、各軍団には空軍の校舎砲兵部隊等が支援でついた。司令官の階級は当初の実行予定日であった1940年9月時点のものである。英軍集団、ゲルトフォン・ルントシュテット元帥 C 軍集団、ビルヘルム・リッター・ホン・レープ原水・ゲンス大戦後1974年に、イギリス陸軍のサンドハースト、王立陸軍主管学校において、大戦当時のイギリス及びドイツ両軍の関係者を集めて、イギリス上陸作戦の模擬演習、シミュレーションが行われた。ドイツ側参加者には、アドルフ・ガーランドもいた。ドイツ軍は、制空権を確保できていないものの、 イギリス海峡を嫌いで封鎖することによって、橋家の安全を確保し、最初の上陸が成功したという条件で行われた。シミュレーションの展開及び結果は以下のようなものだった。上陸成功後、ドイツ軍は海岸での共闘法を確保し、内陸部への進行を開始した。これに対し、イギリス軍は GHQ ライン、上陸を想定した防衛ラインまで、 地帯戦闘を行い、ドイツ軍の進軍速度の低下に努めた。ドイツ軍は、イギリス空軍に、海上輸送を妨害され、走行部隊の不足から積極的に攻勢を仕掛ける、ことができなかった。稼いだ時間を利用して、イギリス軍は、第一次世界大戦に従軍した老人や子供から、なる強度防衛隊を動員し、防衛線を構築する。同時に、初期攻勢で損害を受けた。 正規軍を再編成し、戦線に復帰させた。ドイツ軍が防衛線を突破できないまま、数日間退治が続き、やがて嫌い腹を突破したスカパフローから出撃したイギリス海軍が、イギリス海峡に到着する。ドイツ軍の海上輸送は破壊され、補給と増援が途絶えた。消耗していったドイツ軍は、降伏を余儀なくされ、進行は失敗した。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。